どうも、まきまきゲームズです。今回はお家の地下を作っていきたいと思います。地下を掘っていこう。スタートです。よし、やっていこう。前回ね、時に刺さって死んでしまった。いやだー、服焼きになってます。もう祭りリベンジに行きたいと思うんだけど、ちょっと川が最初に欲しい。ちょっとだけ育って、ちょっと無限水源を作っていこうと思います。まずで、確かこっちに池があったはず。あったあったあった。水をと汲んで、よし、じゃあおうちに無限水源、レッツラゴー。あ、やばい、肩が痒い。よし、で、じゃあシャベルでどこにしよっかね。周りはやめ、いや、どうしよう、どこにしようか。ここら辺がいいから、ここら辺、ここにするか。でっかいボタンをここにして、これ邪魔だな。何してんの？あ、目印立てか。じゃあここを打って、でまず片方にやる。これ水流してから、この畑の水を汲んで、そっからまたやって、あ、間違えた。こう、よし、無限で畑に水をまた足していく。はい、よし、全部できた。これで一回牛さんをやっちゃおうかな。ちょっと装備が欲しいからね。まず牛さんをやる。どこ、別にあなたでもいいよ。バイバイ。あー、めっちゃ悪い人だよ。ここにめっちゃ悪い人がいます。ここにいます。よし、行くか。牛ってどこら辺にいたっけ。あ、そうだ、水汲まないと。ここはでもギリ取れるから、ここで取って、この牛を、さすがに楽園の牛を倒すわけにはいかないから、普通に探していこうかな。何これ、洞窟っぽくなくて多分浅いと思う。牛どこどこどこ、牛どこ。あ、種落ちた、種落ちた。取ってるんかい。うわ、深くない洞窟いっぱいあるな。それがマキマキゲームズワールドの嫌なところ。行くぞ。ふっ、ね、本当に羊さんいるけど牛さんいないんだって。あぶね。一応水バケツあるから安心だけど、失敗したら終わる。銅は見えるけど、あそこに鉄見えたら絶対行く。ねえ、牛さんいないの。ギリしか見えないよ。うわ、ここら辺山多いからね。っていうか、川取りに来たのに川、牛一匹もいないっていう。ね、マジで、あ、石炭石炭。あれ、どこ、あれ、あった気がしたんだけど、石炭いっぱいあるじゃん。まあいいや、僕は鉄しか興味ない。渓谷、
あったら俺絶対行って、多分死亡確定みたいになる。あ、いた、一匹やっといたよ。もう牛さんいなさすぎたよ。くそ、あーもうここまで来ちゃった。帰らんと。帰り道牛さん湧いてるといいんだけどな。グバイ。なんぼでんかい。あれはなんだ。ん？あ、コケコッコさん。あお！着地失敗でございまーす。早く。そっちに牛湧いててくれよな。湧いててよね、ちゃんと。絶対湧いてるでしょ。おい、なんで湧いてないんだよー。で、家があそこだからちょっと今実際ね、あの現実世界が今実際雷落ちてて、なんかとてもとても僕視点だとうるさいんだよね、雷が。あ、そうだ、う、馬でもいいや。馬でも一応川は落ちるからね。牛、牛おる、牛おる。うわ、おー、やんのか。あ、そういえば盾でよ。あっ、グッバイ。あ、人参落ちた。ナイス。マジでそりゃナイス。人参ナイスすぎる。まあまあ、あれ、もうもうさ、そんな高いとこ行かないで。俺が降りるの大変になるからだよ。落とさないかい、何も落としてないよ、しかも。落とさないすぎでしょ。一応水分けたと。この、人参は、最初食べないで、植える。それが一番だ。ちょっと、食料集めつつ、村ないからね、全然。はじょー、ほいっと。あんまいなかったね。結果皮は2枚しかゲットしてない。ちょっと牛なさすぎだよ、もう皮集めやめよう。ちょっと盾作らないとダメだこれ。ちょっと人参埋めてこよう。どこ？あ、鉄あった鉄あった。あと木だから盾は作れるね。そもそも言うと盾しか作れない。よし、盾作って、焼いてってって。じゃあ地下だね。地下このまま行けるようにしたいから、こんな感じに掘っていこう。ここくらい、ここくらいでいいかな。まあ、ちょっと松明必要、松明。あれ？あ、出られた。はしごだから。なんだと思ったのか。松明ないと無理だ、これ。あれ、俺、松明持ってたっけ？松明、松明、松明、どこにもないじゃないかーい。でも俺、石炭持ってないんだよね。木炭、あ、石炭あった。22個あった。焼くか。あ、焼くじゃないわ。間違えた。機械タイマーできるだけ作っちゃって。棒作って、また作って。40本くらいあれば、絶対足りると思う。はい、肉取って。早い！夜が早い、それがマインクラフト。あ、やば、そうだ、羊やんないといけないんだ。まあ、ちょっとおっちゃんはありがたいけどさ。オーラやっちゃえ、襲撃襲撃。痛い、ちょっと帰るね。そうだ、寝れないんだった。もう使う、仕方ない。天気を変われ、これ使うしかないんだよ。戻った。オーラ、
でも襲撃来い、防げるでしょ、防げた防いだ、こいつまだやってくる、甘えてくる、あとちょっとだね、ほらよし、化け物がここにいるぞ、あ、1個ゲットした、ラッキー、この人最低です。で、こんくらいでいいか、あと盾を装備して、じゃあ掘るか。なんか一番最初よりさあれなんだけど、牛湧かなくなった。一番最初めっちゃバンバン出てた。あれ、やばい、地下とつながっちゃった。うるせえ、現実での雷うるさすぎる。はい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 、まずまだ伸ばすからね、これここくらいまで伸ばすから、ここちょっとガードしとくわ。くらちょっと一応湧き潰ししといて、これちょっとでも埋めます。はいはいはい、じゃあそれよりこっちをやるか。こっちも早速丸石使っちゃおう。こって、で、これはここまででしょ。はい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 、よし、こんな感じにして、どうせ横に掘るか、こっちにしよっか。どうしたら、あれ、またつながった。ここら辺俺掘りすぎて、え、これ何、あ、さっきのこの木か、取ります。じゃあ、あともうちょっと掘るか。あ、石になっちゃった。掘って、じゃあここくらいまでするか。で、こっちからつなげていくんだけど、ここにタイマー続けて、またどうせつながる気がする。で、ここにタイマーで、また掘る。待って、何マス掘ったか見よう。ここから 1,2,3,4,5,6,7,8 マス。あ、もうつながったのね。え、もうつながった。ここ、あ、もう一マス先だ。つながった。あとはここを掘り抜いていく。これがなんか変な洞窟みたいなやつか。洞窟消しちゃおう。はい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 、はい、こうして、ここをやって、銅が見つかったね。で、これ取って、こうして、おらららここだけ開いてんね。よし、ここ回収。じゃあ、まあこんな感じにしようかな。じゃあ掘っていきます。掘るぞ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 、掘っていくぞ。土しかないから結構楽だね。これちょうど届かないの、最高じゃん。これ無限にこうやって掘ってればいい。よし、いっぱい掘れた、いっぱい掘れた、掘った掘った。で、次は二段掘り、二段目を掘る。なんか草生えてきてない、どういうこと。まあ別に後に草を足そうとしてるけど、この草ありがたいな。まずここを壊して、やばい、シャベルの耐久が
思ったより弱いもんな、喋る。じゃあこんな感じにして、ちょっと胴を掘るくらいしよう。ここも掘って、ここも掘って、結構あるな。これ以上ないね。これ胴結構できるぞ。僕胴欲しい理由があってさ、植木鉢を作れるっていう。これ土64個以上集まってる。こんな感じでいいかな。で、出るのがここだから、これ壊して、まああとはあと2段掘るんだけど、1、2、これで掘っていくか。よし、これ最高で掘るの追いつかないけどいいや。こうすればあと、あーなくなっちゃった。はいはいはい。でこっち向きにすればいい。でちょっと作るか。あと1個でいいや。どこが、ここ、おらおらおら、よし、ここら辺にして、あー、よし、こんな感じにして、あー、いけたいけたいけた。でこれにこうやってつなげていけばいいと思う。で掘ってって、え、どういうこと、はぁ、何これ、無限すぎやねえか。では一回、一回上行く、一回上行く。これ場所ずらした方が良さそうだ。これ最後の列だよね。これ最後の列じゃない。ほう、やめようわ。びっくりした、いきなり水が落ちてきたから。じゃあちょっとここら辺にしよう。あそこはやめよう。近かったら出てきた、水が怖すぎ。あば、これは閉じればいい。閉じて、あとここで汲んだ水と、これでまた無限水源完成です。じゃあ行くか。で、ここでどんどんやって掘って、これくらい掘ればいいかな。それで掘っていこう。なんかいきなり臭いなったら怖いんだけど。はい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 。これお家の床かな。最高の落ちる床がそこだから、下だから結構広いね。あの一番最初の豆腐の家より広いから、多分あれ掘れるよ。掘れた掘れた。よし、掘っていって、ふいふい、なんか影映ってる。これ絶対馬の影だ。あ、そうか、これ以上壊せないのか。よし、あとは普通に掘っていこう。よし、ここは最後だから。あっと、これは何ですか。はあ、また無限水源。いや違った、畑だった。またさ、畑の水の位置変えないといけないの。石一回上登って、あ、今日も変えるしかない、ごめんなさい。あ、ごめん、コマンド一番奥か。まず一回閉じて、これ潰すしかないな。これやるしかない。これでもう我慢しよう。また下行く。
これで大丈夫なはず。よし、大丈夫。今度はここを下で行く。出てこなかった。逆方向らしい。あー、時間になりました。じゃあちょっと上行こう。じゃあまあ今回は、まあ、こんな感じ、地下の途中まで掘りましたね。顔が見えます、顔が回ってます。まあという感じですね。まあただのなんか家の下の地下ですね。まあ今回はここまでにしたいと思います。次回の動画で続きを作っていきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次回。